おはようございます。オスカル、ゆいちゃん、セルフラブ向上委員会です。おはようございます。おはようございます。今日はね、第4回目になります。セルフラブライブ830スタートしました。無事できたね、ライブ。できたね。はい、はい、そして、まず恒例の私、ちょっとお仕事を。あ、そうですね。あ、今日はありがとうございます。気づいちゃった。気づいていただいて、はい、ありがとうございます。はいはい、ちょっとシェアをするので、すみません。下を抜かせていただきます。はい、シェアをちょっとさせていただきます。はい。で、今日はですね、オスカルが昨日ね、起きたことで気づいたことがあったので、うん、今日そのことについてね、お話できたらと思うんですけれども、うん、オスカル、ちょっと今シェアしながらだからできるかな。じゃあ、まずいいですか？はい。はい、とかって言って下向いてるけど。難しいな。難しいよね。どうしたらいいかな？で、まずね、昨日、オスカルが手放したことがあったそうなんですけれども、結構ね、手放すって聞くけど、じゃあ、どうやったら手放していいのかなっていうこととかもあると思うんです。うんうん、で、そういう時って、どうしたら手放せますか？いや、すごくシンプルなんですけど、うん、なんか自分でまずね、気づかないとね、あ、いけないのかなっていうのが、なるほど。ですよね。そうかな。気づく。うん、最初に。確かに。うんうんうん。そうですね。うん、最初に、ね。気づかないと手放したいけど手放せないっていうことか。うん、なるほどね。まずね。それってどうやってね、オスカル気づいたんですか？そうね。うん、これ、どうやってね、気づいたか。そうね。まあ、ユミさんとね、話しながらこれ気づいたというか、うんうん、そういう形だったんですけれどね、うんうん。まずはこれ何をね、手放したかっていうと、うん、私、丁寧に少しね、仕事をやりすぎるところが、なんかあるんですよね。こだわりって言ったらいいのかな。でもやっぱりスピードよりも、そっちをやっぱり完璧になんかやって、こう出したいみたいなところがあって、で、そこで昨日はね、スピード側の方が大切だったので、スピードをね、選ぶために、こう、丁寧にすぎるやるっていうことを、まあちょっと手放したみたいな。確かに。だったね。それも結構なかなかね、なんかこう、完璧にしたいとか、なんか今までずっとやってきたから、ここのこれは、修正したいなとか思うけど、でもそれって結構、それにかける能力っていうか、時間がすっごいかかったりするから、確かに。そうそう。それでね、私が少し悩んでたんで、ね。あ、そう。オスカルがずっとね、これどうしたらいいの、修正した方がいいかな、どうした方がいいかなってずっと言ってたんですけど、言ってたんですね。なんかね、これね、オスカルは結構、ハートが、顔の表情と直結してて、これ私が言うたら中のちゃうか、みたいな。もうね、どう思う？どうだろうね。でもこれ気づくかな？って、なんかね、もう、えんちゃうつって。もうね、それ、もう丸出しだったんですよね。だからね、そうそうそう、苦しくって、多分ね、後押しをしてほしいね。ね、うんうん。そういう心の声が、もう出てたんですけど、うん、そうそう、僕はね、まあ、いや、そんなことしたらね、なんか怠けてるんじゃないかとかね、うんうん、まあみんなに不親切なんじゃないかとかね、うんうんうん、なんかこう、自分がね、あんまりこう、許せなかったというかね、そういう声とね、なんかこう、対立してたんですよ。そう、思考ですね、それはね。そうそうそう。ね、頭の考えがずっと。そういうなんか批評する声をね、私、うん、前はね、勝子さんって言ってたんですけど、勝則だから。そうそう。女の人だ。そうそう、結構厳しく言う人がいたんですよ。勝子さんの声で。勝子さんと、ね、心の声がね、こう対立してて、こう、ガチャガチャとか。ね、そこでちょっと心の声が出て、ゆみちゃん、ちょっとこれってね、相談してたんですよね。でも丸見えでしたね。なんかすごいね、丸見えだった。でも、それってやっぱりでも、自分だと結構わかんないし、そうなの、意外と、ね。なんか、これでもなーって迷うところは、私もすごいわかる。すっごいわかる。特にあとね、その後ぐるぐるこう回っちゃったりとか、ね、中でね。ループに入っちゃったりとかすると、いや、これ自分がそういうふうにもっとちゃんとやんなくちゃいけないのかなとかね。なんかそういう声が聞こえてきたりとかね。でもやっぱりやるのをね、これ、やっぱりスピードの方が重要だから、みんなここ重要じゃないよっていう声もあったりとかね。戦っちゃってんですよね。で、
で、その時に、うん、言ってくれてたんですよね。もう、うん、見えてるよっていうか。ハートが顔に出てるよ。言われたんですよね。これ一人で言ったらこう、多分気づかなかったんですけど。わかる。うん。鏡見たらね、わかるとは思うんですけど、ね。そういう時多分鏡見ようともね。しないか。思えない。そんな顔をね、見ようと思わない。うん。できないし、うん、でもなんか、うんうん、なんかその人によってね、うん、あの一緒にいてこうやって話すことで気づくっていうのは、うん、やっぱり話すって大事なんだなっていうこととかもちょっと思ったんですけれども、うんうん、あとはでもね、うん、あのすごいオスカル本当にすっごい素直な人だから、こう、そうかな。もうさ、うん、なんか言われた時に直したらいいんじゃんみたいな。そう、そう、兄さんがそう言ってくれたんですよ。最後のね、助けるねみたいな感じで。もう言われたらね、直した。確かに、その通り。うん。先に出してから、その後直せばいい。うん。あ、そうそうそう。でも、ね。納得したんですよ。そうそう。で、志向くんがそこで納得してくれて、あの、手放したんですけど。そう、うん、そう。こう、パッて。うん。ギュッとしてギュッとしてたのね。パッて、話すだけなんですけどね。うん、なかなかね、難しかったりするんですけど、これもやっぱりね、うん、本当に、気づくことですよね。うんうん、やっぱり、ねね、練習ね、うん、練習が大事なんだろうなっていうふうにも思ったし、うん、なんかでも、うん、なんかそんな姿を見て、うん、嫌いには全然もちろんならなくて、あ、なんか、そういう、なんかパートナーシップみたいになっちゃうかもしれないですけど、うん、うん、なんかすごいね、あの、うん、本当に一生懸命考えてるんだなと思って、なんか全然なんか、あの、ほっこりというか、ほっこりだった。して、なんか、うん、一生懸命考えてる、でもハートはこういうふうに言ってるのに戦ってんなとか思って。でもね、そうって言ってもらってね、あ、自分は結構ね、やっぱり顔に出る。そう。ということがね、よく分かったので。うんうんうん。うん、やっぱそういう時は相談しちゃうとかね。うん。自分の傾向がなんかこう、分かるって言ったり、ね。そうですね。なんかそういうのがあると結構、ちょっとずつね、練習していって手放せるようにもなっていくとね、うんうんうん、よりなんかセルフラブにね、うん、なんか、そのこと自体がセルフラブ。うんうん、だなっていうふうにも思います。ね、余計ね、自分をこう苦しめてね、うん、ああ、こういうふうにやらなくちゃってこう、うん、その思いにとらわれて、ねうん、進まないと余計にね、うん、また苦しいな、うん、みんなに早く届けたいのにすぐできてないとかなっちゃうじゃないですか。うん、そういう苦しい思いをね、うん、せず、しなくてもいいというかね、うん、でもね、やっぱり過去にこうやったからっていうのを、うん、固執しちゃったりとかね、うん、しますけどね。はい、うん。そんなね、ことに気づけた昨日のオスカル。はい、えらい手放した。えらい頑張った。こういう、まあ、一回目で、一回目っていうかね、昨日気づいたというか、ことですけども、うんうん、そういう積み重ねですよね、うん、でもね、うん。そういうことなのかなって思います。うん、すぐに全部をね、うん、あのその思い込みを全部捨てるっていうか、うんね、手放すのは難しいかもしれないけれど、うんうん、第一歩でしたかね、うんうん。おめでとうございます。ありがとうございます。ですね、昨日のラブポイント。やりたいだけじゃないかっていう。そうそうそうでしたね。はい。はい。はい、うん。ありがとうございます。じゃあ今週はですね、うん、今週の意図は何でしょうか？今週の意図は、まあ、そうですね。動画ですかね。この集めてか、あの、毎回やってる放送をね、うん、なんかこう YouTube にもね、発信できたらいいなっていうのが、今週の意図です。うんうん、はい、うん。私もそれを楽しくワクワクしながら、二人で、うん、作っていけたらと思います、うん、はい、もう8分30秒過ぎちゃった、はい、それでは今週も、はいはい、セルフラブの1週間をお過ごしください、はい、今日も素敵な1日をお過ごしください、はい、皆さんいってらっしゃい、いってらっしゃい。